ほう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 。オルゴデミラ、魔法系パーティーっぽいな。まあ、デスタムーンがアタッカーやろ。で、ラプソーンと、オルゴデミラ魔法やろ。間違いなく。で、ユニコーンはおそらく回復ですね。このデスタムーンの異常な火力の高さね。俺こいつにちょっと若干注目してるんですけど、異常に高いんでね、こいつ火力が。そこちょっと注意しながら行きたいですね。で、まあ、ステルスタック持ってる可能性は、まあ、高いんで、やつが。皆さんわかんないですけど、持ってる可能性高いですね。ステルスタック。まあ、基本アタッカー系はステルスタック持ってると思った方がいいんで、そうするとですね、おそらく物理系で攻撃してくると思うんですけど、まあ、その他は魔法ですね。ただまあまあまあ、魔法は身代わりすれば OK なんで、もう考えてますね、向こうもね。もう俺も考えてますよ。嘘ですけどね。まあとりあえず、トワイライトメア。おー、オンクシーラスポーン、ラスポーンね。ラスポーンと、あれか、なるほどね。まあここはまあまあ、間違いなく身代わりをまあ一体しといておきますね。で、これで、まあ一回予測。俺は多分来ると思うんですよ。もうこれは予測ですけどね。ステルスタック来ると思ってます、正直。来ると思うので、これはもう、予測でね。生きてても、こいつに関してはもう、フリーで動いてもらおうか。よし、これで行きましょう。おそらく来ます、ステルスタック飛んできます。もう、俺の予想ね。あー、戸惑ってくれてよかったけどな、いつかどこ。お、やめたぞ、嫌い。やめよ、これ、大嫌い、これ。あ、これ持たせた、お、これ持たせたかった、俺も。これ結構強いからな。オクライスライムバーン。ざけんじゃねえ。お前も暴走系か？暴走機関車、トーマス。いや、向こう身代わりおらへんかったから、ロケットサード、こいつやっぱ火力系やな。絶対こう来るな、ステルスタック。来ると思うねん。絶対来るやろ。してこいや。ステルスタック、来いよ。オッケー、多分してく。あ、まだ身代わりのターンじゃなかったんか。なるほど。身代わり来る？身代わりするとして誰や、これ。まあでも、するやつおらへんもんな、必要なやつ。オッケー、オッケー、物理速入りましたね。これ多分ね、ステルスタック来ます、絶対に。いや、もう、来る。来るはず。こっちが身代わりするって分かったわけやから、絶対来てくるはず。俺はそう予測した。どうだ、俺の意味は。当たってるか？当たってるだろう。お前が身代わりか。うわ、ダサ。お前が身代わりか。紫の脳みそ。紫の脳みそやろう。顎が長えじゃねえかよ、おい。暗い、暗い、暗い、暗い。暗い。暗い。暗いって、一回くらい暗いって、一回くらい。いけ。なんで？え？マジでお前体勢高いな。ユウ体勢高いな。ラリフォーマー食らうんかい。最初そっちやっとこうぜい。うっとこうへんぞ。え？体勢高いな、このローデミラ。え、なんでこれ効かへんの？悪夢の呼び声ね。これ一番嫌いなタイプやな、俺の。お、強っ！マジで？マジでか。強っ！マジで？強すぎやろ。やつ強すぎやろ。うーわ、これはバタリ。ステルスタック来い。ステルスタックだけ来い。絶対来るよ、ステルスタック。来るんじゃん、絶対来るんじゃん。もう予測しようだろ。そういうことする？リザーラ、そうか。お前は入っとった、お前のこと。全然もう、眼中になかったわ。スーパー、そっち系か。安定系やな。安定して、その、やってくる系か。3回行動。半端ねえ。半端ねえわ。結局何なんですか、もう。そっちなんお前アタックかけたのに。そっちなんやることがほんまにお前。結構お前、いや考え、う、そ、後来る？え？後ステルス？半端ないで後ステルスとか。それも無理やな。これ負けだな。危険にしますね。マジ、後ステルスとか聞いてないで。そういうのある？呼んどんか、あれ。後ステルスってあれ。なるほど。半端ないなぁ。ステルスタックでよかったよ、別に一発目。そこをステルスタックしてくれよ。いやーでも、悪夢の呼び声異常に強かったな、相手の。あとやっぱあれやな。先手一緒で身代わりをなんとか突破したいな。あそこの身代わりをなんとか突破すれば、次こっち打ち込めるんやけどな。身代わりを突破せんかったらあかんな。早いとこ。スモールボディやからな。予測系はせんでやだから。予測基本当たらんからな。絶対こいつするやろってやつだけ予測するけど。私多分してたけど、やっぱほんま案の定ね。してきては、したもののあれやな。もう一回行くか、とりあえずじゃあ。行きまーす。オッケー。探してくれよ。お、来た。
ほうほうほう、2枠、1枠、1枠か。ほう。美女に囲まれたマシンというところか。なるほどね。妖魔ジュリアンテのなんか色違いと、あと、なんだっけ、グレーテルね。魔女グレーテル。で、キラーマジンガというところか。何ですから。ほう、守備力上げてきた。インテ、いきなりね。いきなり嫌いな。いきなり何でもしてくるな。よし、行くか。行こう。まあ、このパーティーが負けたらもう棄権しますね。もうゲルニョル使ってても楽しくないんでね。やっぱあと一個パーティー揃うじゃない。あと、まあ、装備ですね。あと、まあ、装備揃うよ。ここは買っときたい。このパーティー抜いときたらでかいで、抜いとってでかいで。まあ、ここガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜって行こう。まあ、これはもう身代わりで、無難に、もうこれだけで一旦とりあえずいいんじゃないかというところですね。一旦とりあえず、まあ、これでいいと。します。オッケー、決まった、でかい。これラブリー地味に役立つな、これ。しかもラブリーといて使うと、これやっぱ2個持ちでかいな。いてつくラブリー、ほんまええな。いてつくラブリーの強さ半端ないな。いいですね。オッケーオッケーオッケー、身代わりしていこうぜ。バハック。いや、もう不バハックは。バハックとかやめとけて、不バハックにしとけって。自己スパーク。身代わりしてこなかったんでかいですね、敵が。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ほい、天変地異。天変地異、これ強いからな。もう無難に強いねって、この辺。まあ、ここで次、絶対レードが入ると一番熱いですね。あ、来た。まあ、絶対レードこれね、神の勇気持ってるんでね、2段階下げてから、ドン。止めろ。オッケー。まあ、もう2人止まっとうからオッケーでしょう。ほう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 。これも食らへんやろ、多分。オッケーオッケー。いい。食らへんな、食らへんな。オッケーオッケー。ここで食らってもちょっと痛いけど。よし、まあまあ効かないでしょう。おそらく。おー、ちょっと効くな。ちょっと効くな。ちょっと危ないな。ちょっとやっぱ守備もうちょっといるな。あと2、300いるな、守備。ちょっとまあ、装備品であげれると思うけど。まあ、ちょっといるな。バイキルとかからずし、あれやったら結構やばいで。普通に。守備力低すぎるわ、あいつ。守備力が低すぎる。守備力が低すぎる。まあ、リベホイミでも使っとくか、こいつ。で、まあ、キラーマシーンを抜ければでかいんですけども、いけるかなと。思うんですけど、いけ。勝てた。相性悪いと思って勝てたか。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ええわ。お破壊神だ。俺回復役やな、おそらくな。これ回復役や、絶対回復役。この感じは回復役ですね、明らかにね。リベホイム狙って、ここはもう普通に攻めよう。ラリフォーマーかなんかで攻めてくれ、お前は。こじ開けろ。で、お前もこれでオッケー。オッケー、オッケー、オッケー。乗り換えとこう、これ。よし。ここ乗り換えていきましょう。とりあえず、こう、守備上げておきます。守備大事なんでね、身代わりでね。オッケー、オッケー。こいつが死んだら結構ややこしいんで、守備力これで2、300上がるんでね。ここ上げておきましょう。で、まあ、多分、ラリフォーマーかなんか効くと思うんですよね。ラブリー効いたってことは耐性高くないってことなんで。なんでそこでバハックかな。なんでそこでバハックするかな。普通にもう不バハックでいいんじゃないか。テンション、え、なんでテンション上げた。魔法カンタもしか、これ。そういうことか。魔法カンタ持っとるってことか、誰かが。オッケー、一人倒した。オッケー、でかい。一人倒した。オッケー、動かへんででかいね、一人が。よしよし、テンペンチーね。テンペンチー、これも大事ですね。これ強いんでね。よしよしよし、ここでかいで。え、次ね。なにこれ、なにこれ。てめえ、単語単語単語。弱っ。まあ、そんな技しちゃあかんやろ。さすがに。瞑想か。オッケーオッケー。まあ、攻撃してこん方が楽やな、俺的には。結構回復するな。まあ、でもまあ、ええわ。オッケーオッケー。これはまあ、多分効かないでしょう。オッケー。守備力上がってるんでね、こっちはね。よし。守備力上がるんでかいな、やっぱ乗って。ライド結構きっちり使ってくるべきやな。おーっと、ベホマーズに来たか。やっぱ回復系やったか、この指導は。そんな感じでしとったんやって、俺は。はい、ザワラルね。まあ、ザワラルしてもすぐこれ倒せるんで、ここはまあ全然気にしないですね。もう、2回行動ってことは、まあそんなに HP は高くはないと思う。ってことは、ここ、フバハック、多分これってあれか。あれだよな、多分な。魔法カンタがなんか持っとるパターンやな。まあ一回任してみるか、もう一回。オッケー、行ったれ。止めろ。おい、止めてくれよ。まあできれば、このキラーマジンガーはまあ A として、この、とにかく指導を倒したい。指導さんを倒しておきたいな、これ。もう回復ってほしいからな。止めよう、指導の動き、まず。眠りか、マインドか。オッケー、ナイス、ナイス、決まった、決まった、決まった。でかい、これ、決まった。オッケー、でかい、でかい、これ、でかい、これ、でかい。下げたらでかいで。めっちゃするやん。めっちゃバハックしたがるやん。どんだけも下げたいね、下げたいね、お前。相当下げたがるけど、まあ、ええわ。まあまあまあ、いいよ、いいよ、いいよ。ほらよ。自己スパーク強えな。
事後強えな、ほんま。事後スパーク、セックスの後のスパークね、通称。強いですね。事後ってるね。ちょっとでもこれ、できれば体勢、てかその、止めときゃいけ、動き。動き止めろ。あ、動き止めようぜ。お前、ベホマンのしてくれたもん、まだ。これ動き止めへんからきついで。結局これ。痛い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 。痛いじゃないか、痛い。結構強いやん、これ。結構あのキラーマシーン、やるんやって。痛い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 。やばいやばい、これやばい、これやばい。ベホマズ撃ってほしいな、これ。おー、マジで。返しのザラル。おー、結構効く。会心やな、ほんま。うわ、ベホマズ、やばい、これまずいぞ。でも回復力高いな、ベホマズの。おー、一応、そこで時々バイキルド。時々バイ来ましたが。とりあえず、スバハックとかバハックをする意味がないって。スバハックでいいんやけど。うん、ここ突破する方法ね、占ってみるしかないけど、一回。占いとかじゃなくて、単純に、まあ、これ身代わりしますわね。で、ここで、攻め込みたいんやけども、攻め込めへんのやな。行くしかねえか。くそ、どうしよう。まあ、一回根荷物タイプで、あの、キラーマジンガを止めとくとでかいんやけどな。止めれるから、止めとくか。指導が鬱陶しいな、あれ。回復役。あいつを止めんがどうにもならんのやな。指導止めてほしいんだけど、あいつバハックしかせんからな、こいつ。なんでこれた、なんでその、あれせんだろうな。オッケー、眠り系をせんのかわからんだけど、もう眠らせれるやろ、これ絶対。ちょっと眠らそう、ほんまに。眠らせるか、ちょっと動く止めるか、絶対してくれ、頼むからしてくれ。オッケーオッケー、まあ聞いとんやけど、全然聞いとんやけど、ペンペンチー、MP がないぞ。MP がないぞ、もうこれ、やばいぞ。聞いとんやけど、めっちゃ聞いとで、ほら、もう体質下がっとるから。指導立ててめっちゃ下がったんやけど、オッケー。これでマインド入ってほんま頼むから。入れ、マインド。入れ。と、おし、来た、でかい。でかい。これでかい。オッケー、来た来た来た。オッケー、これ根に持つタイプ発動ね。オッケー、オッケー、オッケー。はいはいはい。ね、しかもこれであらゆる体勢下げますから。これでかいぞ。まあ、あの、一番右の、あの、腰振りの女の子が何してくるかね。もう、ポイントそこやねん。やつが何してくるかね。そんなすごい動き的な、そんな感じしとうけどな、そんなさ、そうな。踊り系やと思うけどな、やるとしたら。あんだけ腰振ったわけやから。腰振りなレディやからな。お？なんだそりゃ。ん？うわ、誘われる！そんな誘われる俺。マジで。あかんあかんあかん、これあかんて、これあかんて。指導せっかく打ちたのに、これまずいぞ。お前これまずいって。これまずいぞ！ MP もないぞ！これはまずいぞ。棒だぞ。まずいぞ。これはまずいな。ペン、ペン、ツー！指導出して、指導出して、指導出して。指導。おー、指導出してない。おー、止めろ、指導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 止めろ、指導、指導、指導。よっしゃー、でかい。これはいったな。電費なかったけど、まあ、いけるわ。オッケーオッケー。指導さんを止めるとでかい、これは。もうこう何もしてこないんでね。まあまあ、大したことないですね。効かんな。でかい。むしろ最初から窓抜きしとってくれよって感じやもんな。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ここはね、もういけますよ。ライドオンで、ライドオンしますね。まあ、こいつライドの証拠が。まあ、これはもう天変地異、ジゴスパークですね。ジゴチュパで、ジゴチュパークで、まあ、ここはもう回復ですね、復活で。こいつに関してはもう、正直することはないということなんで、もう任せるしかないっていうレベルですね。オッケー、行こう。よし、行こう。ザオリク。ザオリクじゃねえ、ザオリク。ザオリクするよ、ほらよ。ザオリク。お？まずいか？大丈夫か？バハック。マジバハックお前好きやな。どんどん下げていけ。バハックで下げまくってからジゴス。バハック。ジゴスバハック聞け。くれ。倒せよ。HP 高くないか？ブワン。弱い。弱いんだな。え？え？おお、待って待って待って、あかんあかんあかん。あかんあかんあかん。お前待て、これ待て。やばい。ひょえー。強。チョスやな、これ。おごったぜ。根に持ったぜ。よしよし、休んで。休んどいてね。もうあいつは役立たへんから。ててて。わわわん。
これ根に持つってザワ力使っても発動するんか。何回でも使えるんか、根に持つって。めっちゃいいやんけ、これ。リザーラルとコンボでいけるな、根に持つの。根に持つオーラルでな。あ、無理か、それは無理なんか。さっきリザーラル発動するか無理なんか、根に持つは。よしよし、ナイスナイスナイス。いいよ。いいよいいよ。オーケー、いいよいいよいいよ。よろしいよろしい。HP 回復うざいな、この。まあ、一回止まっとうから、ここでもザオリックをしとくと、でかいですね、ここで。で、こいつはまあもう、ジオスパークの乱れ打ちですね。オッケー、いける。これ勝ちたいぞ、ここ。止めろ。まあまあ、ええわ。まあ、混乱でかいからな。よし、これでまあ、メタルの方もザオリック持ってるんで、一応。まあ、根に持つ要因としては、あいつはまあ、別に悪くはないと。MP で足りんな、今思ったけど、ほんまに。全然。MP が欲しいですね、これ。こうなってくるとね、かなり。MP が欲しい。ジオスパーク。オッケー倒した、オッケー、でかい。あった。よし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 、これで、落下してでかい。落下でかいな、しかも。よーし。これでポイントリードね。あとこの指導を倒すだけ。まあ、こいつ動き封じながら倒せばいける。まあ、ここね、ちょっともうバギマータかなんかでちょっと攻撃しに行った方がいいと思うね、こいつ。この指導を倒した方がいいと思う、先にまずもう。この指導を倒さんかったらもう話にならんから。オッケーナイス。いいよ。倒そう、この特殊進行倒そう。メダパーニャ。いけ。オッケー決まったー。オッケー。まあ、指導はもう行きましたね、これで。よし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 。ふぅ。ナイスナイスナイス。ナイス選球眼。倒せろ、これ倒せ。倒せ、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 倒せ。HP 高えな、指導。こんな高いもんな、HP。マジで。高すぎひん、HP。ちょっと。ちょっと HP 高すぎるんじゃないかと。思ってるんですけども。こいつちょっとね、もう攻撃、身代わりで最後の秋でちょっと使いたいんで、まあ、こいつはね、バギマータかなんかしとけって、お前。OK! え？倒せ。結構 HP 高っ！え？そんな HP 高い？ OK 倒した。もう指導 HP 高すぎやろ、マジで。結構強かった。バギマータもやっぱ役だったな。うー、まだ4手おったかい。ファイナルラン。もうこれ逃げ切れるやん。これ逃げ切れるやん。身代わりするやん、私。身代わりして。我ら人の子やから。ラリオも撃つやん、これ。とりあえずこいつは、まあ、ラストやから何でもいいけどさ、別に。まあ、ジゴスパークでいいかな。頑張れや。オッケー。行って。あ、ミスった。メタル系ちょっとあれしようとよかったな。まあ、ええわ、ええわ。こいつ、まあ別にええわ。死んでもええわ。根に持つ持っとうから。多分大丈夫でしょ。まあ根に持つ猛者あの辺持ってるんでね。多分大丈夫でしょう。行っちゃおうぜ、ラリフォーマ。ほらよ。聞いてない。自己スパーク！ほら聞くやろ、大義やからな。大義聞かへんやつなんかおらへんからな。オッケーオッケー。これポイント地味に入るからな。1000ポイントくらい入るから、これで。聞かんな。聞くね。これも聞くね。つまり、そういうことね。あ、オッケー、案外聞かへん。うん。お、聞かんかった。逆にメタルギリが効くもんやと思ってたけど、かわしたんか。スモールボディ、さすが。まあ、スモーボはやっぱ強いな。ラッキー。回復が人おるってくれた。オッケー、もう関係ないで、関係ないで。もうポイント俺買っとうから、絶対。俺1パーティーも抜かれてないから、まだ。よし、まあ、粘り勝ちでも、まあ、勝ちは勝ちなんじゃない。オッケー、オッケー、オッケー。白い切り。あ、これ大義か。ジゴスパーク系ね。無事らしいね。あんま使ってる人いないですね。ブロキルは。よーし。オッケー、勝ちました。はい、勝ちました。なんとか。いやー、危なかったわ。長かった。長引いた。まあでもやっぱいいパーティーですね。このパーティーは。なかなかに面白い。臨機応変に対応できるんでね。はい、ということで、とりあえず今回は。まあ次回またね、もうちょっとパーティーね。まあ、作ってね。また新しくパーティー。また考えるところも動画出すと思うんですけど。作ったり、あと装備品ですね。やっぱ整えたいのは。装備あるかないか全然違うんで、装備品もまた、なんとかしてゲットしたいなというふうに思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。